3000メートル競走タイムレース決勝です。その第1組29名の出場で行われます。大会記録は2分13秒58。それでは第3コーナーのものスタート地点にご注目を。
女子 3000m はただいま先頭1600m 4周目を通過いたしました。先頭は依然として立命館宇治の岩井さん、続いて立命館宇治の宇治原さん、そして桂の桂の宇治原さんは坪倉さん、そして立命館宇治の佐藤さん、さあ、先頭、1名番の岩井さん。